諸君、どうやらビリヤード場やチンケなバーで妙な噂が飛び交っているらしいが、こともあろうにあのウィルソン・フィスクが不動産物件を安くかつたやすく手に入れられるよう意図的にハーレムを揺るがしているというじゃないか。しかも檻の中からな。ご存知の通り私は陰謀説というやつが嫌いだ。証拠があるなら違法行為は進んで糾弾してやろう。だが証拠もないのに根も葉もない扇動的な主張をするのは極めて不快で無責任で間違っていると言わざるを得ん。そんなけしからん行為はもはやスパイダーマンと同レベル。つまり喜び勇んで自ら近隣エリアを混乱に陥れ犯罪を増やすことで自分の活躍の場を作る輩と同レベルということだ。発言には責任。盗み働くなんて許せない。懲りた？懲りたよね。ねえ、ガンガン、ロクソンのラボに着いた。よっしゃ、ヤクターちゃんを止めっか。こっちじゃないな。中に入った。そっちはセキュリティ突破したとこ。ここのファイアウォールマジ穴だらけ。入り口どこ？前と一緒でドアは階段の下。まずは電気通せよ。電気なら僕にお任せあれ。帯電させなきゃ。ジェネレーターは動いたけど何も起こんないな。お前配電見えんだろ。ここには何があるのかな。一体何のためにこれを作ったのかね。あなたは物色が多かったですね。私は自制心を持ち合わせている。私以外の素人どもに注意すべきじゃないか。分かったね。
ックのオーバーライド完了。リアクターはその先のメインフロアにある。俺はあの環境影響報告書で終わったなと思ったよ。市議会にはコネがあるだろう。ロクさんのお偉いさん方は選挙が怖いだろうな。重役会議で選挙のこと口に出したらみんな間違いなくブチ切れるぜ。見つけ出して拘束しろ。地獄へ道連れってね。気絶してる時は可愛いんだよ、ね、聞こえるか。応答がない、確認しろ。了解、任せろ。こんなことしてよくクリガーは眠れるね。波の音が流れるやつ使って寝てるのか。よし、クリガーのために。これ君の。やつは空気だ。おい、手伝ってくれ。動けない。
ぞ。油断をせず物陰も確認しろ。よく探せ、必ずいるはずだ。続けろ。この手に備えておけよ。なんだこれ、全然取れやしないぞ。了解、応戦準備。侵入者を排除しろ。警戒しろ。何か今離脱した。了解。あとはリアクターを止めてみんなの健康を守るだけだね。相当ニューフォーム吸い込んだけどさ、将来子供に第三の目とかできたりしないよな。でも僕にしか。
PC に情報残ってるかも。従業員諸君、毎日未来を想像するこの気分最高じゃないか。だろ？まあタイミングの悪いリークで閉鎖されたら気分も落ちるだろうがね。情報セキュリティは我々にとって生命線だ。今後は入管時に携帯、パソコン、その他の通信機器を預からせてもらうよ。いいね、よろしい。ロクソンは君たちのため。あっぶな。着地場所には注意しなきゃ。スパイダーマンには敵が多いと思ってたけど、まさかロクソンが敵になるとはね。ほんと、予想以上に腐敗してる。なんとかしてロクソンを告発しなきゃ。もちろん正々堂々とな。僕だけじゃロクソンと戦えなかったよ。ありがとう。じゃあまた。